ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょいわら先生の今週の一発予想。はい、ちょいわら先生は今日はお休みで、はい、ストック、クリック株ストックライフの大島さんも実は今日営業中ということで、ピンチピンチピンチヒッターの山本さんにお越しいただきました。はい、こんにちは、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかもうものすごい一発かましてくれそうな感じで今日期待します。神様ではないですか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、山本さんは、はい、あれですよね、大島さんと同じ、クリックカブ365の方の、はい、そうですね、チームということで、はい、今日は株にまつわるお話をね、はい、進めていただきたいと思うんですけれども、はい、まず先週の出来事からちょっとお伺いしてみましょう。そうですね、大きな、イベントとしましては、先週9月3日ですかね、菅さんが、不出馬ということの、ニュースが流れてから、はい、ずっと株が高い、動きが続いてまして、正式にその正式表明したのは9日の木曜日の夜だったんですけども、それがまだ今も続いてまして、実際6時ぐらいですか、今日1回日経の先物の方でも3万飛び700円、740、50円ですか、今年の2月の、高値を越すかどうかの、これ菅さん的にどうなんでしょうね。菅さん辞めるから経済良くなるよっていう市場の反応ですよね。なんか嫌ですよね。嫌ですよね、菅さん的にね。で、今のところおそらく市場の方は高市さんを求めてるのかなと、この方が、アベノミクスの継続じゃないんですけども、さないエノミクスですか。はい、これで、あとその岸田さんとか河野さんはどちらかというと、河野さんはちょっと真ん中だと思うんですけど、岸田さんはもともと財政緊縮の方ですので、安倍さんの後ろ支えがあるんで、高市さんを求めているような動きになっているのかなっていうところで動いてますよね、今。そうですね、経済界としてはそんな感じと、はい、高市推しなのかな、全体的に、そうですよね、そういう形でマーケット動いているのかなと見てます。はい、で、あと下ですね、ECB の理事会ということで、一応、プログラム規模縮小決定ということで、緩やかに、微調整で、テーパリングでないことを強調されてましたので、ちょっとショックが最低限に収まっていることも、一応世界中としてはちょっと株の高いな、緩やかな高い流れっていうんですかね、ショックを最小限にということで、これも後押しになっているのかなというふうには。なるほど、はい、でその状況の上での、はい、菅さんが辞める発言をしてからの株価というのをちょっとチェックしてみたいと思うんですけど、はいはい、こちらこれですね。すごいですね、この上がりっぷり、2.5、9等と。ちょうど菅さんがそのニュースでブレイクアウトをしたっていうところですよね。さすがだな。はい、でもしこのまま維持すると終値ベースでも2月の高値を超えますので、もしかしたら新しいレンジに入ってくるのかなと。これは今後に大きな期待が込められてるっていうような感じですよね。菅さん辞めるってことで経済良くなるだろうと、あと、多分まとまるっていう部分もあるんでしょうね、政治的な部分で。確かに菅さんね、割となんか経済政策をこうやってガツンと発表した印象ってやっぱないですし、やっぱこれ時期的でしょうがないけど、やっぱどうしてもコロナ対応一色でね、終わってしまったっていう、ちょっとね、兵器であればちょっともっと評価された方なのかなというふうには個人的に思ってるんですけど、ちょっとタイミングというか、やってることはやってはると思うんですけどね、個人的には。よくやったと思いますよ、菅さんね、安倍さんの後、もうね、あの状況でやっぱ引き継いだつは、本当に代打っていうか、ピンチヒッター、ピンチヒッターですよね、大変な状況だと思いますけれども、頑張ってくれましたね。そうですね。で、じゃあ今後ね、日経225どうなるのかっていうので、材料として今週の主なイベントをちょっとチェックしてみたいと思うんですけど、あまり経済指標としては目立たしいものがそこまでないので、日本では緊急事態宣言は延長ということで、9月30日のですね、そこまであんなにマーケットにはそこまで影響ないかなというところですけども、いや、にしたってこれいつまで続くんですかみたいな。そうですね、もう慣れちゃってるようなね、もう緊急じゃなくなってきちゃってる、だんだんね。そうですね、そうですよね、緊急慣れしちゃってて、
あんまりまあそこまでマーケットに特別な影響はちょっとここはないかなと思うんですけども、うん、あるとすれば、明日ですかね、アメリカの方で、まあ、消費者物価指数の発表がありまして、うん、まあ元々、まあ、アメリカの方では、まあ、雇用といいますか物価の指数よりも雇用の方を、まあ、重視しているんですけども、やはりテーパリングの流れもありますので、うん、まあ、これがもしその CPI が上昇した時に利上げ最速で来てのドル買いになるのか、うん、実質金利が拡大してドル売りになるのか、うん、ここがちょっと読めないところではありますよね。うん、あとまあ来週 FOMC がありますので、はいはい、まあ、それに対しての、まあ、前哨戦という位置づけになるのかなというふうには、うん、はい、個人的には考えてます。なんか前回のチョイワル先生のお話だと、うん、なんかドルがちょっと当分重いんじゃないかみたいな話ってあったっけか、うん、それなかったっけ。どうちょっと復習しましょう、はい、先週先々週の動画を見てね。そうですね、はい、うん、からまあちょっとやっぱ重いですね。110円を挟んだ動きで111円にもいかないですし、はい、まあ、109円に割って下いくかっていうとそこもないですよね今。うん、ちょっとやっぱりドルにしても少し動機が欲しいかなってい う, うん、はい、この状況っていうのはあれですか、日本株にもやはり影響はすると思うんですよね。全体的に円に関しては、うん、正直円高っていう動きってやっぱりないですね今年は、うん、大きな動きという部分では、うん、それも持続しないっていうところなので、うん、やはりまあ、円安だから株が上がるっていうわけではないんですけども、うん、個人的にはその通貨 の, 一つの受け皿として株が買われてるんじゃないかなというふうには考えてます。うん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 、でそのクリック株の方で取り扱っている日経225インデックスが、はいはい、これあれでしょ、なんか銘柄の入れ替えが行われるとか、はい、そうですね、はい、10月から、日経225の主な構成銘柄が変わりまして、うん、でこれが左からトヨタ、キーエンス、ソニーっていう風にありますけども、左からまあ時価の高い順番、時価総額ですね、うん、高い順番に並べてるんですけども、こちら10月から、ピンクで、記載してますキーエンス、任天堂、村田製作所が主な構成銘柄として10月から組み込まれます。で上階銘柄として、日進坊ホールディングス、東洋製缶、スカパーですね、こちらの方が除外して新しく入るんですけども、まあ、ご存知の通り任天堂は今巣ごもりということで、まあ、ゲーム機がね、スイッチが、販売停止ですかね、一回な品薄になったっていう部分もありますし、まあ、キーエンスは、まあ、センサーであったりとかタッチパネル、うん、村田製作所はもうこのセンサーとかマイクロチップであったりとか、うん、まあ、半導体に関する要素が非常に大きい企業ですし、うん、まあ、時価も非常に高い銘柄ですので、うんうん、当然評価の方は株価換算係数といいまして当然調整はするんですけども、うん、やっぱり出来高であったりとか流動性を用いた部分も考えると、まあ、日経225にとっては、後押しの材料になりやすいかなと、うん、はい、であとこちらの方にちょっと記載はしてないんですけども、ドイツのダックスの方では来週からですか、うん、今時価総額の30銘柄 を取り扱ってるんですけども、うん、これを40銘柄にして、まあ、世界的に有名なプーマであったりとか、うん、ポルシェであったりとか、うん、エアバスですね、はい、これの方が組み込まれるってことに入ってますので、やはりこれも一つの支援材料として、はい、買いやすいっていうんですかね、うん、そういった背景が揃ってくるのかなというふうには、うん、はい、考えております。ていうか任天堂がこれ225銘柄に入ってなかったっていうのは結構意外ですね。そうなんですね、この中で実は時価でいうと15番なんですよね。相当でかいですね、日本の任天堂ね、はい、うん、今回結構このピンクの企業って全部関西なんですよね。うーん、関西勢頑張ってますね。任天堂村田製作所は京都ですし、うん、キーエンスは大阪なんで、うん、これたまたまだと思いますけど、うん、はい、なるほどね、はい、いやもう任天堂とかね、うち息子はもうスイッチバリバリやってるんで、あの我が家もそうです、うん、うん、フォートナイトとかマイクラとか、はい、あと最近ハマってるのがこれこれなんだっけ、フィット、リングフィットアドベンチャー、スポーツですか、スポーツ、スポーツ、うーん、うん、
まあなかなかね、巣ごもり需要とさせてましたけど、ね、なかなか外に運動しに行けないから、あれいいかもしれないですね。だからあとディスプレイっていう部分では、うん、はい、全部共通する部分はありますよね。うん、そうですね、はい。やっぱりデジタル系というか、こう半導体とかそういうね、はい、まあ今の時代に乗るというか、はい、まあ、強いですよね。はい、うん、いや僕もね、あのリングフィットアドベンチャーやったけど、うん、あれ相当ハードっすよ、ね。あ、そうなんですね。ハードハード。かなりいい運動、何キロカロリー消費とかね、出てきますし、1日になんか 2. 何キロ走った。出てくるしね。家でいいですね。家の中で ね、 家の中でね、そうエキササイズ。なんか昔ファミコンでそんなゲームもありましたよね。ありましたね。ありましたね。いや、そのね、本当任天堂がこれまで入ってなかったっていうのが僕意外と、うん、そうびっくりで、はい、うん。こういったまあちょっと結構やっぱ時代の流れに沿って変えてきてるのかなというふうに、うん、はい、うん、思いますので、ちょっと皆さんあの、うん、知っていただければなと、ね、はい、と思います。はい。で、あの岡谷翔司さんのクリック株365の方でなんかリセット、はい、2222、はい、あ、はい、そうですね、なかなかリセットっていう部分と聞き慣れない部分あると思うんですけども、うん、クリック株の方では、期限のついた取引となってまして、うん、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、あの日経225の場合です と、9月から翌年12月、最長15ヶ月間の取引になってまして、うん、まあ、スタートするのが、今日から新しくリセット22というものが始まりまして、うん、今日からあのスタートしたものに関しては来年の12月の半ばまで、細かく言うと12月の8日の木曜日になるんですけども、こちらまで、ポジションの方が保有することができます。ちょっと FX はずっとあの期限ずっと持てるっていう部分あるんですけども、うん、まあ、日経にこちらの方は期限がまあついてるっていう形になるんですが、うん、まあ、最長1年半、保有することができますので、うん、まあ、じっくり、取り組むことができるということで、うん、まあ、ちょっと注目いただければなと、うん、はい、いうふうに思います。そうか、ね、ある程度中期的な保有が可能になったと。そうですね、いうことですね、はい、やっぱりどうしてもこういった株の指数で短期売買しないといけない、まあ、ボラティティが大きいので、うん、まあ、短期売買のイメージがあるかもしれませんけども、うん、まあ、じっくり、構える商品として、できるかなというふうに思いますので、うんうん、はい、なるほど、分かりました。で、まあ、もっと詳しく知りたいよっていう方向けにセミナーの方も開催しております。はい、あの一応こちらは、まあ、不定期ではあるんですけども、まあ、火曜日の、まあ、お昼からと、まあ、木曜日の17時半からという形で、まあ、開催の方をさせていただいておるんですが、うん、まあ、こちらあの個別セミナーもやってますし、あの出張セミナーもやってますので、うん、もし、ご興味ご関心のある方がいらっしゃいましたら、あのお気軽に、うん、あのフリーダイルでも構いませんし、メールの方でもいただければ、うん、はい、あのお客様の希望に沿えた形であの対応させていただきますので、うん、あの遠慮なくと言いますか、お気軽に、そうですね、はい、お申し込みいただければなと思います。うん、あの株価指数に、ね、はい、投資するっていうのは、その個別銘柄を一個一個この考えて分析して選ばなくてもいいというね。はい、そうですね、これが一番もう大体なんかも上がるのかな下がるのかなっていう部分でと、うん、いうところもありますので、そうですよね、やっぱり個別株だと自分の持ってるものだけ引っかかってしまったらとかっていうのはやっぱあったりすると思うので、うん、そういった部分ではやっぱインデックス投資っていう部分っていうのはそういった部分では、ね、はい、幅広く、はい、いろんな銘柄にちょっとずつこう投資してるようなもんなんでね、うん、そうですね、うん、クリックさんの方の、あの株の方はあの配当も、権利付きっていう部分でついてきますので、うん、特に今月は9月は、まあ、半期の決算のところで決算が多い会社さんが多いので、うん、はい、そういった部分でも結構買いでスタートしやすい時期かなというふうに思います。うん、でそしてさらにもう日経225に加えて、まあ、ニューヨークダウのね、はい、この注目度合いって言ったら、まあ、結構すごい注目されてきてるじゃないですか、はい、そうですね、はい、どん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 ね飛ぶ鳥落とす勢いで上がってますし、はい、でもそのニューヨークダウなんかも取り扱いしてますんで、はい、こちらの方のリンクの方からぜひ、ご覧いただきたいと思います。ストックライフ岡谷翔司のクリック株365、口座開設スマホで簡単申し込みということでね、ありがとうございます。フリーダイヤルの方からお問い合わせしていただけたらと思います。大島さんと山本さんが丁寧に教えていただけると、はい、はい、お気軽に、はい、お気軽にお問い合わせください、はい、ということで、本日も人気者ちょいわる先生の今週の一発予想ピンチヒッター山本さんにお越しいただきました。はい、山本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。